ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、とあるお宝鑑定番組で、本物の呪物が放送された話など、3話紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、当チャンネルの怖い話をより楽しんでいただけるメンバーシップの会員募集中です。詳しくは概要欄をご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、いわくつきのお宝鑑定大会、慎太郎くんのいたという家、黄昏だ。お宝鑑定って、もしかしてあの番組の話？多分その番組だな。大変興味深い話になってるぞ。それでは聞いていただこう。いわくつきのお宝鑑定大会。こんばんは。初めての書き込みになります。実際に私が体験した不思議な話をさせていただきます。創作ではない自分語りですが、最後まで読んでいただけたら幸いです。20年ほど昔、まだ私が小学校低学年の頃でした。3人兄弟の末子だった私は自分の部屋が与えられておらず、夕食後には酒を飲んでる親父とリビングにあるテレビを見て、寝るまでの時間つぶしをするのが日の常でした。しかし不幸なことに、我が家のテレビのチャンネル権は、親父が自分の絶対君主制を敷いており、その内容も野球や釣り番組などが大半で、およそ幼い子供の私が楽しめないものばかりでした。そのせいで学校では流行りのアニメの話題にあまりついていけず、惨憺たる思いをしたものです。その日、火曜日の夜9時も、親父がテレビのチャンネルを変え、某お宝鑑定番組を見始めました。道端で拾った石ころが実は隕石で数百万の値がついたり、大金を払って買った伊万里が2000円になったりして、出品者が狂気乱舞と初昇天するあれです。親父の見るものの中では数少ないバラエティ性の高い番組なこともあり、私の中では割と高ランクでした。数年後に暴力団と問題を起こして、自分が芸能界を追放される運命であることなど、まだ知らない某司会者の軽妙なトークで番組は進行していき、いわくつきのお宝鑑定大会という企画が始まりました。その企画の半ばあたりで、とあるお宝が出品されました。出品者が語るに、そのお宝へ向かって手を合わせると、指と爪の間から白い糸が出るとのことです。それまでは、やれ、人の生き血を吸う妖刀だの、やれ、涙を流す屏風絵などといった、インパクトの強いお宝ばかりだったこともあり、幼心ながらに、しょぼ、と思ったことをよく覚えています。何を考えたのか、私はそのお宝へ向かって、ふと手を合わせました。もちろん、テレビ越しにです。そうしてしばらくすると、なんと、本当に、私の両の手の指先から、白い糸が10本ほど生えてきたのです。糸の長さは、指と爪の間から1センチほどで、太さは1ミリもないくらい、布繊維1本分くらいの、とても細いものでした。愕然とした私は、それでも抜かなければと思い、糸をつまんで引っ張りました。すると、肉体の中にあるはずの糸が、抵抗なくスルスルと抜けて、全長10センチ未満の、短い繊維のようなそれが出てきました。同じように、すべての糸を指から引き抜くと、私は、なぜか親父にバレては面倒くさいと思い、それを、こっそりとゴミ箱へ捨てました。これが、私の体験した不思議な話です。特にオチもなくてすみません。後になって、缶の虫という現象を知りました。缶紐という子供の指先から出ている白い糸を抜くと、感触が治るという迷信ですが、実際に手から糸が出ること自体はあるそうです。私の体験したものもこれと似たような現象だったのかもしれませんが、後にも先にも私の体から白い糸が出てきたのは、最近やたらひどい若白髪を除くと、この一度だけです。その一度がいわくつきのお宝へ手を合わせた時というのは、なんともタイミングも都合も良すぎるため、やはり納得はいかず、何かオカルト的な力が働いたのかと思い、このスレに書き込まさせていただきました。九段のお宝の詳細を書いていないのは、私が覚えていないためです。掛け軸だった気がするのですが、話のメインでもあるため、うろ覚えで書くのも不誠実かと思い、省かせていただきました。申し訳ありません。この書き込みをするにあたり、当時の放送の映像や画像が、ネットに残ってないかと思い探してはみましたが、やはり昔すぎるため、見つかりませんでした。もし、検索が得ての方がいらっしゃいましたら、どうか探してはいただけないでしょうか？それと、もし、私と同じ放送を見た覚えがある方がいらっしゃいましたら、書き込んでいただけると幸いです。以上です。長文失礼いたしました。慎太郎くんのいたという家。その事件は、平成の初め頃に起こったらしい。
舞台は、俺たちの今住んでいる、ここ、F 市北部山あいにある、古い住宅街の外れにあった2階建ての一軒家。昭和の終わり頃のこと、そこには、とある夫婦と一人息子が暮らしていたそうだ。お父さんは、大学教授をしていたそうで、息子は、なお、慎太郎くんと言った。彼は、物心つく頃には、精神に異常をきたし、その行動には、おかしなところが現れてきて、両親は、学校には行かせず、自宅で、看護、教育していたようだ。当時を知る近所の住民は、日常における慎太郎くんの気候には、恐怖さえ感じていたらしい。というのは、まだ、13、4歳くらいの時、すでに、彼の身長は、180センチもあったみたいで、いつも、ピチピチのボーダー柄をした T シャツに、半ズボンという格好で、犠牲を上げながら歩き、道行く人に石を投げたり、突然追っかけ回して暴力を振るったり、近所の猫や犬を捕まえては、残酷に殺したりしていたからだ。だから、両親は極力、彼を外に出さないようにしていた。家にいることが多くなった慎太郎くんは、徐々に両親に暴力を振るうことが増え出し、最後は、とうとう16歳の時、自宅で両親を殺してしまった。その理由が、なんと、母親が勝手に彼の部屋に入り、大事にしていたフィギュアの一つを、捨ててしまったからだったらしい。警察に逮捕された時、彼は未成年ということで、その後は、国の強制施設に入所させられた。そこまで話して、運転席に座る藤木は、助手席に座る彼女のまなみをちらりと横目で見た後、後部座席に座る友人の倉崎と堀江を、ルームミラーで見る。同じ大学の同級生である4人は、オカルト愛好家であり、とある初冬の日曜日、藤木の車で曰く付きの廃屋に向かっていた。藤木は、車とアニメ好きの、ちょっと小太りの男。ヒゲ面で大柄の堀江が口を開く。中高とラグビーで鳴らした体育会系の猛者だ。じゃあ今日は、その、慎太郎くんの住んでいた家に行ってから探索するつもりか？ビンゴ。藤木が親指を立ててから答えた。でもさ、その、慎太郎くんという子、平成の初め頃に養親子して、強制施設に入れられたのが16の時なら、今はもう40過ぎのおっさんということだろ。そんな年齢になってもまだ施設にいるのかな。4人の中で一番ビビりの倉崎が質問する。色白でひょろりとした華奢な体型だ。すると、助手席に座る藤木の彼女、まなみが振り向き、彼の顔を見ると。いや、さすがに今は、普通に社会生活送ってんじゃないの？と言った。ショートの茶髪で小柄のおとなしい感じなのだが、意外と男勝りの性格をしている。それに対して、倉崎がビビりつつ言う。それは危険すぎるよ。すると、ハンドルを操作しながら、藤木が口を開いた。いや、それが、真偽は定かじゃないが、慎太郎くんは、施設内で自殺していて、すでにこの世におらず、その心霊が、かつて住んでいた家を、未だに徘徊しているんじゃないか？とか、逮捕されて数年後には、施設を脱走し、たまに家に戻ってきているのでは？とか、近所の住民の間で、いろんな勝手な噂が上がっているんだ。お前、この件について、やたらに詳しいけど、なんでだよ。堀江が、彼の後方から質問する。藤木は、ちらりと後ろを一別すると、また話し出した。いや、実はな、俺の親父の弟、つまりおじさんが、慎太郎くんの住んでいた家の近くにある、住宅街の一軒家に住んでいるんだよ。この間、じいちゃんの法事で、親戚一同が寺に集まった時、話してたんだ。なるほど。だったら、もしかしたら、今から俺たちが行く廃屋に、慎太郎くん来てるかもしれないよな。と堀江が言うと、まなみが、うわぁ、なんだか怖い。と言って眉を潜め、藤木の肩に触れた。4人が話で盛り上がっている間に、車は目的地である、古い住宅街の入り口に差し掛かっていた。昭和の終わり頃に山を切り崩して、計画的に作られたというその住宅街は、同じような2階建ての家が、整然と立ち並んでいる。おじさんの話によると、慎太郎くんの住んでいた家は、この住宅街を抜けた小高い丘の上にあるそうだ。と言いつつ、藤木はハンドルを操作しながら、立ち並ぶ古い住宅たちの間の路地を進んでいく。時刻は午後3時を過ぎていて、どんよりとした空は薄曇り模様である。やがて、車は住宅街を抜けた。藤木は車を道路端に停止すると、改めて周囲を確認した上に前方を指差し、あそこだよ。あの丘の上あたりに、慎太郎くんの住んでいた家があるみたいだ。と言うと、再び車を動かし始める。雑草地に挟まれた、なだらかな傾斜の道を登り切ると、砂利の広がる平地が広がっており、藤木はそこでまた車を停止する。車の前方100メートルあたりに、雑木林に囲まれた2階建ての一軒家が、ポツンとあった。どうやら、あれのようだな。そう言うと、藤木はエンジンを切り、車を降りる。他の3人も、おのおの降りた。藤木を先頭に目的の一軒家に歩き出す。林の間を抜けると、古びた2階建ての家屋が、その姿を現した。
錆びた鉄製の門は施錠されておらず、藤木は両手で開き、雑草で荒れ放題のアプローチを通り、玄関へと歩く。三人も後に続いた。城の玄関扉には、赤のスプレー缶により、危ない、入るな、と落書きがされている。どうやら、俺たち以外にも、物好きが来ているようだな。そう言って、ヒゲ面の堀江がにやりと笑うと、ドアノブを掴んで力を込めてみる。意外なことに、ドアは普通に開いた。驚いた顔で、藤木を見る堀江。その時だ。痛い。突然、後方でマナミの声がした。驚いて振り返る藤木と堀江。しゃがんで頭を抱えるマナミに、倉崎が心配そうに声をかけている。どうした?藤木が言うと、マナミが頭を片手で押さえて、痛そうにしながら、今、何か石のようなのが飛んできて、頭に、という。石?そう言って、藤木がマナミの背後を見渡してみた。だが、特に変わったことはない。大丈夫か?という堀江の言葉に、マナミはかすかにうなずくと、倉崎に支えられ、ゆっくり立ち上がった。改めて、堀江が玄関ドアを開く。すると、カビ臭い匂いが、さっと4人の鼻をかすめた。室内は、どこか重々しい空気が漂っている。玄関上がって正面には、廊下が奥まで伸びており、廊下沿いには、向かい合っていくつかドアがあり、突き当たりにもドアがある。そして、その突き当たりドアの横手に、2階に続く階段らしきものがあった。そこまで荒れてないな。と言いながら、藤木が廊下に上がると、後の3人も続いた。4人は、一緒に廊下沿いのドアを開けていく。一番手前は、洗面所と浴室。その隣は、トイレ。そして、その向かいは、書斎のようだった。重厚なデスクセットと、壁を覆う本棚。本棚には、小難しいタイトルの本が、びっしり並んでいる。大学の先生をしていた父親の書斎だったんだろうな。藤木が、並んだ本を眺めながら言った。隣に立つ倉崎が、どうして、こんな偉い父親の息子が、あんな風になったんだろうね。とつぶやくと、まあ、天才とバカは、紙一重とか言うからな。と堀江が言って、にやりと笑った時だ。バタン。突然、ドアの閉まる音が響いた。4人は、一斉に振り向く。その後、奇妙な笑い声とともに、ドタバタと廊下を走るような足音が続いた。堀江が、素早く歩き書斎のドアを開き、廊下を確認する。そして、誰もいないな。と言うと、背後の3人の顔を見た。ねえ、やっぱり、慎太郎くんが来てるんだよ。やばいよ。マナミが震えながら言うと、藤木が、いや、近所のガキがいたずらしてるんじゃないか?と強気なことを言った。それから4人は、1階のすべての部屋を確認した後、廊下奥の左手にある階段の前に並ぶと、藤木を先頭に上がり出した。ぎしりぎしりという、踏み板のきしむ音が、不気味に響く。2階も、1階と同じような間取りのようで、廊下沿いに、いくつかドアがある。4人は、さっきと同じように、一部屋一部屋開いて、確認していく。トイレ。殺風景な和室。夫婦が利用していたと思われる寝室。そして最後に残ったのが、奥の部屋。じゃあ、開けるぞ。と言って、藤木がドアノブを握ると、ゆっくり開いていく。そして4人は、あっ、と息を呑んだ。いきなり、鉄格子が視界を遮ったのだ。藤木が、鉄格子越しに部屋を見渡す。正面窓際には、学習机があり、右手の壁際には、ベッド。そして、目を引いたのが、左手の壁を覆う、巨大な棚に飾られた、無数のフィグア。藤木がつぶやく。どうやら、ここが慎太郎くんの部屋だったようだな。なあ、もうここまでで十分じゃないか?隣で、倉崎がびくつきながら言うと、堀江が、ここまで来て、帰れるかよ。と言って、鉄格子下部にある扉を開き、さっさと中に入っていった。一見すると、どこにでもあるような、普通の子供部屋だ。入って左手の壁を覆う棚を覗いては、4人は棚の前に並び、あっけに取られていた。無数のアニメの女子キャラが、様々なポーズで並んでいる。すごいな、一体何個あるんだろ。藤木が、それらの一つを手に取り、しげしげ眺めながらつぶやくと、倉崎が、真剣な顔で、フィギュアの数を数え出す。堀江が口を開く。おそらく、かつては、ここにある場合はあったんだろう。母親は、部屋の掃除の時、誤って、その中の一つを捨ててしまったんだ。それが、慎太郎くんの逆鱗に触れて。やっぱりおかしいよ。人形を捨てられたくらいで。マナミが言うと、堀江が続ける。こいつは、多分、閉じ込められた孤独な慎太郎くんの、唯一の友人であり、恋人だったんだ。だから、ねえ、もうだいぶ日も落ちてきたことだし、帰ろうよ。マナミが、窓の方を見ながら言った。確かに、カーテンからの日差しには、勢いがない。じゃあ、そろそろ退散するか。と、フィギュアを持った藤木が、振り向いた時だった。ねえ、何か聞こえない?突然マナミがつぶやく。彼女の言葉で、4人は無言になり、耳を澄ました。ギシッ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 。そうだな。
確かに何かきしむような音がしている。藤木が言うと、倉崎が、階段だよ、階段の踏み板がきしむ音だよ、誰かが2階に上がってきてるんだよと怯えた様子で言うと、続いて甲高い男の声が続く。ママー、ママー、ねえママー。ドン、ドン、ドン。ガチャリ、ドン、ドン、ドン。ガチャリ。どうやら廊下を歩いては、他の部屋のドアを開けているようだ。ママー、ママー、ねえママー、どこにいるんだよ。声と足音は徐々に4人のいる部屋に近づいてきている。やっぱり慎太郎くんだ。慎太郎くんがこっちに近づいてきているんだよ。倉崎が言っている間に残りの3人は何か話し合っていたが、すぐに堀江は窓際にある学習机のところまで歩き、それを持ち上げ、鉄格子の扉前にくっつけるように置くと、さらにその上に椅子を乗せる。真奈美は窓のところまで行き、カーテンを開き、窓を全開にすると、藤木がベッドにある掛け布団を持ってきて、窓から外に垂らす。どうやら窓から逃げるという魂胆のようだ。男三人が布団の端を持つと、真奈美は反対側の端に捕まりながら、窓から外に出て、体を伸ばした状態のまま、玄関脇の雑草地に飛び降りる。次に、倉崎が布団に捕まりながら、窓から外に出ようとしていると、とうとう、声は部屋の入り口あたりから聞こえてきた。ママー、ママー、ねえママー、そこなの？そこにいるの？藤木と堀江が布団の端を持ったまま、緊張した面持ちで部屋の入り口を注視する。すると、ドアのノブがカチャリと回転し、一人の男が入ってきた。その異様な風景に、二人は一瞬で背筋を凍らせる。その男は天井にも届きそうな背丈をしていた。屈強そうなその肉体には不似合いな、ピチピチのボーダー柄の T シャツに半ズボン姿だ。男は鉄格子を両手で握って、泣きそうな顔をしながら、ああ、お前ら、僕のフィギュアを盗もうとしてるな。と叫ぶと、家具の扉を開けようとする。だが、机と椅子が邪魔をして開けられない。藤木は倉崎が下の雑草地に降り立ったことを確認すると、俺が最後だと言って堀江を先に行かす。そして堀江が下に降り立った時だ、異様の男が室内に入ってくると、泣きながら藤木に近づいてくる。返せよ、僕のフィグア返せよ。やばいやばいと言いながら、藤木は窓から両足を出すと、一か八かそのまま飛び降りた。着地と同時に鋭い痛みが足全体に走る。それから4人は方法の手で車のところまで行き着き、おのおの急いで乗り込むと、藤木が足を負傷しているため、真奈美の運転で出発した。その時にはすっかり日は落ちていて、4人は市街地までたどり着くと、ネットで救急病院を探してそこに行く。それから担当の医師に見てもらったところ、やはり藤木の足は骨折していて即入院ということになった。それから1週間が過ぎた。手術はうまくいき、藤木は市街地にある私立病院の個室部屋で退屈な毎日を送っていた。両足には包帯がぐるぐる巻きされている。その日彼は午後から見舞いに来てくれた真奈美と個室で談笑していた。でもさ、結局あの時襲ってきた男ってやっぱり慎太郎くんだったのかな。枕元に座る真奈美がベッドに横たわる藤木に言う。彼はしばらく遠くを見るような顔をしていたが、どうだろうな、もしかしたらこの世のものではなかったかもな、と言うと静かに目を閉じた。真奈美が帰った後、しばらく寝た藤木は、看護師が持ってきた夕飯を終える。それから読みかけの小説を読んでいたのだが、ふと思い出したかのように右手にあるテーブルに視線をやると、その引き出しを開け、中からあるものを出すと、テーブルの上に置いた。それはあの家から持ち出した、一体のフィギュア。藤木が高校生の頃好きだったアニメの女子キャラで、思わず持ってきてしまったのだ。彼はしばらく満足げにそれを眺めていたが、やがて睡魔に襲われ、まどろみの泉にはまっていく。病棟の消灯は早く、その後間もなくして、室内の明かりが消された。それから、どれくらいが経った頃だろうか。彼は悪夢に苛まれ、最後は奇妙な声で目を覚まされる。それは、あの家で聞いた、甲高い男の声。ママー、ママー、どこにいるんだよ。返せよ、僕のフィグア、返せよ。暗闇の中、藤木はうなされながら半身を起こし、ほっ、と深いため息をつく。激しい心臓の動機を感じていた。額から流れた生温かい汗が頬を伝え、顎先からポトリと落ちる。それから、ようやく気持ちが落ち着いてきた彼は、辺りを見回し、途端に一瞬で背筋が凍りつく。病室入り口のドアが開いており、そこに誰かが立っていた。廊下からの逆光で、その姿は人影のようだが、そのものは異様に背が高くて、天井にも届くくらいだった。黄昏。今年50になる D の反省は、孤独そのものだった。
彼には兄弟がなく、また親戚との交流もなく、唯一の肉親だった母親も去年病気で亡くなった。縁に恵まれなかったのか、独身で付き合っている女性もいなかった。彼には若い頃から、これといった人生の夢や目的というのがない。大学を卒業後、地元の小さな会社に就職し、総務課に配属されて30年。特に出世もせず、今日まで来た。朝から地下鉄で会社に行き、パソコンの前で、おおよそ9時間過ごし、また家に帰る。そんな単調な毎日を、ただただ繰り返してきた。それは、暑い夏が終わり、ようやく、東にも、穏やかさが感じられだした頃のこと。仕事を終えた T は、いつもの通り、地下鉄のホームで、いつもの19時18分の電車を待っていた。電車が通過します。危険ですので、白線の内側にお下がりください。アナウンスが鳴り響くと同時に、規則的で単調な電車の音が近づいてくる。ゴトンゴトン。ゴトンゴトン。ホームの端あたりに立っていた T は、白線の内側まで下がると、改めて正面に向き直り、うつむいていた顔を上げた。その時だ、彼の正面の視界に広がる、向かいの薄暗いホーム。その中央あたりに明らかに周囲の光景から隔絶された3人がポツンと立っていた。薄汚れたランニングシャツに作業ズボン姿の男性と、割烹着姿の女性。そして白い T シャツに半ズボンの少年。3人を含む周囲の光景だけが、まるで古い写真のようにセピア色をしていて、影楼のようにかすかにゆらゆらと揺れている。あれは？ T は思わず手で目をこすり、また確認するかのように両目を大きく開く。それから彼らに引っ張られるようにふらふらと前に歩き出した。そしてあと一歩で足が踏み場を失うかという時、凄まじい轟音とけたたましい警笛音を鳴らしながら鼻先を電車が通り過ぎていく。その風圧で彼は数歩後ろによろける。電車はあっという間に通り過ぎていった。バランスを失った T は思わず後方に尻餅をつく。心臓が早金のように激しく脈打ち、彼はしばらくそのまま動くことができなかった。なんとか持ち直し、立ち上がる。そして改めて正面を見たときは、もうあの3人の姿はなかった。乗客の姿もまばらな地下鉄の車内で、T は長椅子にもたれかかるようにして座っている。正面の暗い車窓に映る自分の顔をぼんやり見ながら、さっきホームで見た、不思議な光景のことを考えていた。彼はしばらくそうしていたのだが、しまいには、やっぱりあれは幻だったのだろうな、と諦めたようにつぶやく。その時だ、突然正面の車窓が黄金色に淡く輝き出すと、まるで8ミリの映写機が回るかのように、セピア色の光景が動き出し始める。それは幼い頃の様々な懐かしい光景。下町で鉄工所を経営していた頑固な職人かたぎの父。そしてそれを支える人情深く気丈な母。3人の暮らしは決して楽なものではなかったが、あの頃の生活には響き度哀楽があり、間違いなく毎日を生きているという実感だけはあった。そう、あの頃確かに T は孤独ではなかったのだ。もう一度、あの頃に戻りたい。彼はそう一人つぶやくと、大きくため息をついた。すると唐突に場面は変わり、ある秋口の夕暮れ時の食卓の様子が映し出される。幼い T はいつものように居間で父母と夕飯を食べていた。彼の前には汗で黄ばんだランニングシャツの父、その隣には割烹着姿の母が座っている。すると突然玄関の方から、すみません、という男の人の声が聞こえてきた。母が、はい、と返事をする。T が後ろを振り向き玄関先に目をやると、そこには年配の男が立っているのが見えた。夕暮れ時特有の逆光が眩しく、はっきりとは見えないが、スーツ姿の男は痩せていて、どこか自信なさげで不安げな表情をしていた。母は父と顔を見合わせると互いに苦笑いする。すると父は茶碗を置き、少しの間腕組みをすると母に向かってこう言った。おい、気の毒だからおにぎりか何か持たせてやれ。母はにっこりと微笑み立ち上がると玄関の男に向かい、ちょっと待っててね、と大声で言うと台所にそそくさと歩く。しばらくすると母は2個のおにぎりを乗せた皿を持って玄関に走る。だがその時には男の姿はなかった。〇〇です、どなた様もお忘れ物なきよう。駅員の車内アナウンスで覚醒した T は慌ててホームに飛び出す。彼は改札を出ると地上に上がり、いつものルートを自宅マンションへと歩き出した。古い住宅に挟まれた薄暗い路地を街灯を頼りにとぼとぼ歩き進む。そして幾度となく曲がり角を曲がり、最後の角を通り過ぎようとした時だ。いきなりブロック塀の向こうから邪気のないすっとんきょうな男女の笑い声が聞こえてきた。思わず立ち止まった T は首をかしげる。あれ、
確かこの家は、長く人が住んでなかった廃屋だったような。それで彼は、その場でつま先立ちになり、塀向こうにある家を覗いてみた。広い庭のその先には、縁側があり、開け放たれた差し戸の向こうの室内は、なぜか淡く黄金色に輝いている。その中で、楽しげに食卓を囲む親子の姿が見えた。T は、その様を見ていると、なぜだろう、胸の奥から、たまらなく温かいものが込み上げてきて、思わず、ブロック塀沿いに後戻りする。それから、金属の門扉を開き、金木製の香りのするアプローチをまっすぐ進むと、玄関前に立った。玄関扉は開け放たれていて、彼は上がり口手前まで進むと、廊下奥の居間で食事をしている親子に向かって、すみません、と声をかける。すると、間もなく聞こえてくる。はい。という、懐かしい女性の声。そしてしばらくして、おい、気の毒だから、おにぎりか何か持たしてやれ。という、ボソボソとつぶやく男の低い声がする。すると、ちょっと待っててね。という、さっきの女性の声がしたかと思うと、数分後、おにぎりを乗せた皿を両手に持った、割烹着姿の女性が、満面に笑みを浮かべて、廊下に姿を現した。T は、慌てて逃げるようにその場を立ち去った。翌朝、マンション内にある小さな公園前には、救急車とパトカーが停車していた。公園の門の前では、二人の主婦たちが、ひそひそ話をしている。花柄のエプロンをした方が、深刻な面持ちで喋り出した。今朝ね、朝の散歩してたら、そこのベンチで、誰か寝ていたのよ。こわごわ見たら、グレーの背広着た男の人でね。もしもし？って声をかけても、うんともすんとも言わないから、おかしいなーって覗き込むと、顔の血の気が全然なくて、恐る恐る手に触れたら、ひんやり冷たくて、もう私、びっくりして、慌てて、119に電話したの。すると、もう一人の主婦が聞く。まあ、不老者か知らねえ。食べるものとか、寝るところがなくて、とうとう、死んじゃったんじゃないの？辛かったでしょうね。そしたら、花柄のエプロンの主婦は、首を横に振りながら、こう言った。それがね、その男の人、本当に幸せそうな感じで目をつむっていたのよ。死ぬ前に、何かいいことあったのかしらね。ばったり初恋の人に会ったとかね。二人の主婦は目を合わせると、さも楽しそうに、ケタケタ笑い出した。そして、その明るい笑い声は、雲一つない秋空に、次々吸い込まれていった。最後の話、T さんは、最後に家族に会えて、幸せだったんだろうね。ああ、そうなんだろうな。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか？ 1話目、曰く月のお宝鑑定大会。2、2話目、慎太郎くんのいたという家。3、3話目、黄昏。4、その他。よろしければ、皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。